駅構内は大宮方より、町内専用の優先電話板の駅は、徳島県板野郡板野町大事平田にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T07。全特急列車が停車する。板の、引き玉は、利用者が、徳島方面と比べ少ないため、徳島駅方面から来る大半の普通列車は、この駅で折り返す。ホームは、 島式に面参戦である。かつては校内踏切があった。駅舎は地上駅で、駅舎内部にはタッチパネル式の自動券売機が1台設置されている。JR 四国の契約社員による直営駅で緑の窓口が設置されていたが廃止された。キオスクは撤退した。駅スタンプがある。周辺から高松方面への客が多いので、長期休暇時などには、 ある程度の利用者がいるが、平日は閑散としている。1日平均乗車人員は、下記の通り。梶ジ原方面への最寄りのバス停は、駅のすぐ南にある、徳島バス梶ジ原線の板野駅南。同バス停は、徳島バス、ナルトタ線も発着する。駅出口は北側にしかないため、乗り換えるには、大回りしていかねばならない。駅舎の西側に、 線路の下をくぐる。地下道を通ってすぐのところにある。乗り換え自分は約5分。ただし列車チェンジの接続などは行っていない。ありがとうございます。